地獄の軍団。おはようございます。おはようございます。おはようございます。高野ドクと申します。黒井です。カニです。クレです。さあ、というわけでね、4月といえば、お入学、進級、うん、就職、留年、ん？浪人、うん？失職。あ、後半おかしい。おめでとうございます。めでたくないよ。まあ、誰かもね、心当たりがある。ああ、そうだね。一年の節目というわけでですね、新しくアニメから始めようかと。なるほどね。ね、うん、いう方もいるかと思いますので、いや、クラ先生やってるから、やるかってアニメ見てやろうかっていう。あ、みんなね、うん。というわけでね、そのためにね、キャラデピコンセプトデュエル大会ということで。わお。まあ、ほぼ遊戯王の日のコンセプトデュエルのレギュレーションです。詳しくは、うん、公式をチェック。ググれ、まあ、ググれググれと。はい。で、リミットレギュレーションは4月1日から施行されるものを、使用しています。なるほど。さらに新カード、クラッシュオブリベリオンが、で、収録されている、カードも使用しますと。はい。誰が何のデッキを作ったのか。どん。でーん。はい、これが、あ、黒井です。権現坂の超獣武者デッキです。あ、そう。捨てるの捨てるの。じゃあ、これがスミネが使う不審者デッキです。不審者デッキ。黒崎。あ、そう。扱い方これは、カニが作ったデストロイの、空のデッキですね。あ、なるほど。はい。じゃあこれは俺が使うという。クソミスに。じゃあ、お楽しみはここまでだはい、というわけで、エンタメイトの、指輪デッキと。おこれは新カードの。覇王黒竜。かっこいい。かっこいい。ね、これ出るのかな、ま、うん、うん。出るの出るのそれ。はい、というわけで、お楽しみ。というわけで、第1回戦が、あ、違う。ね、ファーニマル。おカニと。うん。というところで、第1回戦やっていきましょう。よろしければチャンネル登録や評価をお願いします。お願いします。 Twitter やブログで最新情報をお知らせしていますので、そちらもよろしくお願いいたします。よろしく。